ワンちゃんこの助苦手。髪を貯めていきます。初動は絶対に、まずはカニ、常識です。カニ初動こう見ますけど、無視でカニ、さっき無視した敵を今度はしっかりと狙っていく。そして4枚やり、ここからどんどん展開していく。で2回目のカニもね、一瞬で止まるんですよ。初動って狙えてない場所が多いから、だから2回目もしっかりと死ぬまでに貯めて、こういう状況、まあ、一旦には距離感取られるとね、頭抜かりやすくなっちゃうから、近く見で吐くか、もしくは 上から吐くかで、狙いづらくなる。今なしょうがない。時代遅れのサーモン。時代遅れのサーモン。なるほどね。打ち勝ったね。そう、一回カニをね、もう一回貯める。一回っていうか、もう何回でも貯めれます。ワンチャンね、カニ右から通してみる。後ろからこんにちはカニ見てんだけど、ちょっとやばすぎます。まあちょっと激ヤバムードされちゃったけど、カニたまんの遅すぎでしょ。あ、生きてる。いや、本当は早いんだと思うけど、なんか、練り場所めっちゃ少ないから。パン！まだ開けなくちゃよかった。わーはは。ただ、初動は完璧だった。右の棒に刺せればね。イエス。あとはね、いや今のカニ良かったな。味方が見てる目線、相手が味方を見てる目線と違うところからカニなくて、やっぱ結構差し上げる。びっくりドンキー切るみたいな。今のところ取れるの結構少ないけど、矢倉は結構狙えるからやってみた方がいい。ナイス。矢倉とアサリはあそこ入れるのかな？多分。よし頑張ろうか。うん、強い。ヤギで乗れる人いる。若葉とかだったら強い。もったいない武器が持ったら、とか乗ったらもったいない。うわ、ゴリ押し系スパッタリーだ。ちょっと待って待って、怖い。普通に割ってくれとして救助ダメ入れたのに、もったいない。いけないし、右スパッタリー、ついてる。あー、OK。ロング当てる。当てる。カニを吐いて。そう。
それはさすがにノットちゃんと言ってる。危ない、エイムずれちゃった。うわあ、射程長い。めでたい。飛んじゃいまーす。逆な。ああ、バン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 。オッケー。今のショットはうまいです。よくできました。ちょ、あ、出てる。パン、パン。えっ。これうまい。やったやったやった。多分生きると思うけどな。そういう言わず。来なさい。OK。いや、なんかその人2022ってネームプレートなんだけど、ちょっと待って、写真録画してこう。てか、あの4桁が2022なんだけど、天才すぎて。うわ、旗抜けた。ナイス、ナイス。なんかね、バグみたいな。不気味としか言わない。オッケー、飛んで。飛んで。うん、放射力すごいね、これ。自分がさ、見たさ、放射力こんなんじゃないよ、多分。これめっちゃ水溜まっとるやん。大丈夫？そう？出ました、僕の蚊。とりあえず右クワット、クワットはね、しっかりね、クイボ当てて硬直に、硬直した後に弾を打つ。これが一番です。シャーカーって弾ぶれないから、硬直と相性がいいんですよ。めっちゃ当てれる、すぐ。
バイ。うぎ、雑誌。イエーイ。ラッキーキルー。